佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回は私も大好きシリーズ、先月のラーメンに続いて、第2弾カラオケについて興味深い記事が、とあるサイトにありましたのでご紹介させていただきたいと思います。コロナ禍が始まった頃、カラオケ店でクラスターが発生したというニュースが全国を駆け巡りました。以降そのイメージや事実とは違う不正確な情報の、流布により、カラオケ業界は窮地に立たされています。感染者が減少してきた今だからこそ、カラオケ好きの皆様が、安心してカラオケを楽しめるよう正しい情報をお伝えしたいと思います。クラスターが発生したカラオケ店は、複数のグループ客が同じ空間に滞在する喫茶店形式の店舗、それに対しカラオケボックスのような個室形式の店舗ではクラスター発生の事例はほぼ報告されていません。カラオケボックスは家族や友人など身近な関係での利用が大半ですし、個室なので他のグループとの接触もなく、飲食店などと比べてもリスクは限りなく小さいです。正確なコロナ対策の認識が広まったおかげで、今では多くの喫茶店型カラオケ店もきちんと対策を講じているが、そもそもカラオケボックスでのコロナ感染リスクは高くない。それにもかかわらず、行政の指導によりカラオケ機器を設置する飲食店やカラオケボックスは一括りにされ、長期間の休業を余儀なくされてきたのだ。そんな中、やっと感染状況が落ち着いてきた今、カラオケをする上での基本的な対策は、まずは個人個人のマスク着用、手洗いとアルコール消毒液での手指の消毒、検温、2、3人の少人数での利用、ソーシャルディスタンスの確保、歌唱時には向かい合わずに横並びで歌うなど、そしてその上で歌好きが安心してカラオケを楽しめるよう、カラオケボックスが取り組んでいる特筆すべき対策の一例を紹介したいと思います。換気システム。カラオケボックスの室内は防音のため、窓の開閉による換気が容易ではない。だからこそ、建築基準法が定める換気速度、空気を入れ替える速度は通常の建物の3から 4.5 倍もある。そもそもカラオケボックスは各室内に強力な給排気設備を備えており、決して換気の悪い密閉空間ではないのだ。マスクエフェクト。2020年2大カラオケ機種のダムとジョイサウンドは、マスクをしたまま歌っても歌声がこもりにくいマスクエフェクト機能を搭載した。ほぼ全てのカラオケボックスでマスク着用のまま歌っても十分クリアに歌唱者の声が聞き、取れる。マイクのマイマイクの推奨販売。個人によるマイマイク持ち込みを推奨。多くのカラオケボックスでもマイクを販売している。ワイヤレスマイクは高額2万円前後だが、コード付きマイクなら2000円から3000円前後で購入可能。共用マイクの感染防止対策。マイクヘッドにつける使い切りのカバーや使用後のマイク専用除菌消臭スプレーを設置している。通常の除菌消臭スプレーには保湿剤などが含まれており、マイクが壊れてしまうためマイク専用スプレーを使用すること。従業員との接触機会の削減。QR 決済やセルフ精算機などの導入が進んでいる。メニューブックの使い回しを避けるため、フードメニューを QR コード化して、スマホで閲覧できるようにしたり、注文した品物は利用者自らピックアップしたりなど、従業員との接触機会を減らすようにしている。コロナ対策最新機器の開発導入。ジョイサンドを展開するエクシングとその親会社ブラザー工業が、高い飛沫吸引効果を持つ小型空気清浄機 DF2 を開発販売。招き猫などカラオケボックス最多店舗数を誇る越高ホールディングスでは、清掃の際に特殊紫外線を用いた除菌ウイルス不活性化機器を開発導入している。
飛沫感染、接触感染を防ぐためここまで多くの対策をしているカラオケボックス、やっとカラオケ難民も安心してカラオケを楽しめそうだということで、まあ、私もですね、気をつけながらカラオケ行きたいです。お願いしますということで、コロナになんか負けずに、今回も佐藤美久の女優道をお送りしてまいります。どうぞ最後までお楽しみくださいということで、それでは今回の佐藤美久の女優道最初のコーナーは偏りムービーリポート。このコーナーは、私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。ただ緊急事態宣言発出など、コロナ感染防止対策を考え、今回も映画館での鑑賞は自粛させていただき、2019年に公開された韓国映画未成年をサブスプリクション鑑賞させていただきましたのでご紹介させていただきます。まずサイト情報によりますと、1987ある戦いの真実などの俳優キム・ユンソクが初監督を務めたヒューマンドラマ、それぞれの父と母が不倫していることを知った女子高生たちの成長が描かれる、モホーレなどのヨムジョンは、麻薬王などのキム・ソジンのほか、キム・ヘジュン、パク・セジン、そしてキム・ユンソク監督自身も出演。 SKIP シッティ国際 D シネマ映画祭2019国際コンペティション部門上映作品、2019年11月シネマート新宿&心斎橋の企画飲むこれ3で上映された後、2020年に単独劇場公開。続いて簡単なあらすじをお話しさせていただきますと、高校2年生のジュリ・キム・ヘジュンとユナ・パク・セジンが学校の屋上で出会った。最近ジュリの父ダウォン、キム・ユンソクとユナの母ミヒ、キム・ソジンの間に起きていることを知った2人、この状況が大きくなるのを防ぎたいジュリは、何とかして母ヨンジュ・ヨムジョンワに、内緒で解決しようとするが、ユナは大人たちのことには興味がないと、関わろうとしない。その時落ちたジュリの携帯電話を拾ったユナはヨンジュからの電話を取り、これまで隠してきたとんでもない秘密を暴露してしまい、それを見たジュリはメンタルが崩壊していくということで、すごい面白い映画でした。はい。で、なかなかこの、女子高生たちのこの映画の中で女子高生たちのこの2人の喧嘩シーンがあるんですけど、なかなか日本でも見れないような髪めちゃくちゃ引っ張ったりとか、そのなんていうんですかね、その両方の家族の葛藤みたいなのがすごくうまくこう描かれていて、で未成年っていうタイトルではあるんですけれども、結構こう見ている中で女子高生2人娘2人はですね、こう成長していく過程は見れていくんですけれども、やはりこう大人の中のなんかこう未成熟じゃないですけれども、そういうのがすごく感じ、大人になって分かることってたくさんあると思うんですけれども、そういうのがすごく分かる映画かなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんそちらも注目していただいてご覧いただければなと思います。以上、今月の偏りムービーリポートのコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回は3年ぶりにお越しいただきました映画監督の宮野圭司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久しぶりですね。はい、お久しぶりでございます、ね、遠いし、はい、ね、本当に前回は大変申し訳ございませんでした。はい、それではですね、まずは、映画監督、それ理由言わないと分かんない。私らがですね、宮野監督のお名前を間違えてしまいましてですね、はい、宮地と言われました。はい、申し訳ございませんでした、はい、本当にその説は、はい、ではですね、それでは、まずは、映画監督の、宮野圭司さんの、はい、簡単なプロフィールについてですね、お預かりしております資料をもとにご紹介させていただきます。
宮野啓司監督は、京都府のお生まれでテレビ CM ディレクターでキャリアをスタートされ、日本産業映画コンクール、企業部門、最優秀作品を受賞、リアルアウトローを追うドキュメンタリーなども手掛けられた後、東映不良少年3000人の頭で映画監督デビュー、画家の竹久夢二を描いた映画夢二愛の飛ばしりは、ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルス2015年にて、最優秀作品賞を受賞。また映画ニートニートニート、主演安井健太郎2018年11月公開は、夕張国際ファンタスティック映画祭2019で特別上映され、2019年6月11日付、映画 DVD オリコンチャート第1位となるなど、今注目を集める映画監督のお一人です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。とんでもないです。先ほどはお久しぶりですということで、はい、早速なんですけれども、はい、前回 の, この番組へのご出演のことは、はい、覚えていただいておりますでしょうか。覚えてます。ありがとうございます、はい。すごくいや1回か会った後に何回かお会いさせていただいていたので、うん、私的にはこの番組もう1回出ていらっしゃるのかなって思っていたんですけれども、まさかお名前を間違えて以来ということで本当に申し訳ございませんでした。そうですね、もう随分久しぶりですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。今回もお越しいただきまして、ありがとうございます。はい、でもちろん今もそうなんですけれども、はい、特にコロナでは我々も含め、まあ、映像業界が完全にストップした時はいかがでしたか。そうですね、はい、去年はもう全く、はい、止まったままって感じでしたね。でしたね、はい、どうしていいかわからないっていうぐらいの。そうですよね、はい、やっぱ映画ももちろんドラマもやはりこうなかなかこう進めないという時期があったのかなというふうに思います。でそのままステイホームのその、期間というのは何をされてらっしゃいましたか。ニートですね。映画でもありますけどね。ニートニートニート。いやいや、でもそうですね、まあ皆さんフリーランスの人は、ねね、特にそうだと思うんですけど、はい、どうしたもんやらというところで、はい、そうですよね、はい、なんかこう映画とか例えば本読まれたりとかはされてました。まあそうですね、それこそ打ち合わせでね、はい、直接お会いすることもできないので、そうですよね。それはなんかズームとか、はい、ズームとかね、ああそうなんですね、に変わったりしましたけど、はい、やっぱりなかなかね僕らの仕事はじゃあ遠隔でっていうの で, うで、ね、完結がねなかなか打ち合わせだけでもしづらいので、はい、ちょっと大変でしたけど、はい、そうですよね。で今回お越しいただいたということは、はい、映画が無事に完成したということだと思うんですけれども、はい、どういった作品なんでしょうか。そうですね、はい、ま、原作小説がありましたね、はい、さよならバンドアパートっていう、はい、バンドマン の, あ話なんですよ、はい、で、クーランドっていうバンドが、はい、ありましてね、もう解散した、はい、バンドなんですけど、はい、でそのクーランドの、まあ、いわゆるフロントマンをしていた、はい、平井卓郎さんっていう、はい、まあ今も現役のミュージシャンなんですけど、はい、が小説を書かれた、まあ、自分のこれまでのこう経験とかいろんな人との出会いっていうのを、はい、まあ、全部がノンフィクションかっつったらそうではないのかもしれないけれども、はい、その時その時の思いっていうのを、小説という形で、まあ、はい、初執筆された小説があって、でそれの、映画化なるほどですね。だから本はもうすでに発売されていて、はい、多くの方が、ね、読まれているとは思うんですけど、はい、特に音楽業界の人とか現役のバンドマンとか、
は読まれてると思うんですけどもね、はい、なるほど。実写映画、実写っていうかその原作があったものを映画化するって、はい、宮野監督の中では何回かやられたことはあったりしますか？そうですね、はい、はい、ああそうなんですね。オリジナルのものと、うん、あとは原作があるものっていうのはやっぱ撮り方っていうのは変わってくるんですか？撮り方は変わらないですね。ただ原作を映画化する場合っていうのは、うん、それは、原作の中での、はい、頭から最後までを、うん、映像化するっていうのはなかなか難しいので、はい、そうですよね、なんかどこを切り取って、どこを膨らませるのかっていうところ、まあ台本の作り方っていうかね、はい、シナリオの作り方っていうのは全く原作ものとオリジナルとは違うかもしれないですけど、そうですね、作り方っていうのは、まあ、変わらないですよね。あ、そうなんですね。気の使い方は変わりますけどね。あ、なるほどっていうか今回の作品で一番苦労された点っていうのはありますか？そうですね、まあこういうご時世ですから、はい、いろんなことに気を使わなきゃいけないし、そうですよね、でまあもともと制約がある中で、はい、まあ日数も含めて、はい、取り切らなきゃいけないっていう中で、もう倍以上気を使わなきゃいけない、はい、まあいろんな、まあ、時間の使い方もね、そうですよね、変わってくるので大変ですね。そこは大変ですね。部分がやっぱ一番大変だったということで、はい、聞くところによりますと、この映画のプロデューサーさんが、はい、以前この番組にお越しいただいた、はい、関さんということで、はいはい、そうですね、すごくこう、はい、つながり、僕よりもね、長いと思うんですけど、はい、なのですごく距離感がこう、あすごく近いなというふうに思いました、はい、すごく私も公開が楽しみで、まあ、前作に続いてっていうね、はい、形ですけど、もう関さんとかも何回かやっぱり、はい、そうですね、何本もやらせてもらってますね。で今後撮影予定の作品っていうのは いくつか準備中ということなんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、今準備入ってるのも、まあ、音楽の匂いがブンブンするような、企画を今準備してますね。なるほど、はい、3年前にお越しいただいた、はい、ゲストでお越しいただいた時も、もともと宮野監督もバンドをされていた時期があるっていうふうに、そうですね、はい、多分ね、はい、僕の世代はね、はい、多いですよ。そうなんですか。多いと思いますよ。あ、私が無知でした。いやいやいや、やっぱり音楽を、はい、やっぱりこう人生の中で一回はやっぱり通っていく、いや、皆さんしてるんじゃないですかね。やはり今回の映画にもちょっと監督のその昔の思いっていうのもあったり、あ、そうですね、もちろん、企画をもらって、はい、で原作を読んだ時にやっぱりその当時のこととか、うん、やっぱり自分とこう重ねますよね。うん、それも思いもこもってるやっぱ映画になってるってこと。そうですね、すごいですね。はい、うん、で宮野監督がこう映画作りたくさんされている中で、はい、一番こう大事にされてらっしゃるっていうことは何でしょうか？うん、映画作りで、はい、そうですね、うん、まあ難しいですよね。難しい質問ですよね。そうですよね、これ難しいんですけど一番ってもういっぱいあるって感じですもんね。まあそうですね、なんか映画を作るっていう、まあ、はい、作品作りとして、うん、映画っていうものを作るのは、まあ、すごく大勢の人が関わるんですよ。出演者さん含めて、スタッフさん、出演者もそうですし、美術も、はい、撮影もいろんな技師さんというか技術のプロフェッショナルが集まって、はい、作っていくんですよ。だから一本の映画作る上でその、はい、各セクションの人によってもやっぱり何が大切かっていうのね、うん、こだわりとかもありますもんね、違ってくると思うんですけどね、はい、まあ、僕のその立場っていうと、はい、やっぱり
監督ですから、はい、あの僕がこう高く指を上げてそこに止まってくれた人と作品を作るっていう、はい、すごい、あのもう大元なわけですよ、はいはい、で、じゃあどういう映画にしたいのかとか、はい、細かく言うとこのシーンはどういうシーンにしたいのかとか、うん、あのっていうのをこう明確に伝えるっていうのは重要で、だから、はい、まあ常にこう伝えていくっていう作業なんですよ、はい、撮影であればキャメラマンに伝えるし、ね、はい、で俳優さんに伝えるしっていう、はい、まあ、ただ思いっていうかね世界観をこう伝えるだけではなくて、はい、伝わったかなっていうのは、はい、あのしっかりこう確認をしていくっていう作業がやっぱり映画っていう作品を作る中で、うん、まあ、僕の立場では一番大事、はい、まあ、重きを置いている部分ですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと、ま、真面目に、いや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 、こういう貴重なお話をありがとうございます、ではですね、それではここで宮野、はい、監督から、今回の映画も含めてですね、告知をお願いいたします。はい、はい、まだね情報解禁はい前だったりするので、はい、映画に関しては言えることがね現時点でなかなか少ないんですけど、はい、うん、ただ原作のさよならバンドアパートっていうのは、はい、まあ、ここ、数ヶ月間のうちに、はい、本に関してのプロモーションは結構されているので、はい、まあ、読んでいらっしゃる方もたくさんいるかと思うんですけども、はい、とても優秀な俳優さんたち、はい、素敵な女優さんたちが、はい、それぞれの役を、はい、演じていただいていて、はい、面白い映画になってるとは思います。で、はい、まあ、一言でねバンドマンの話でっていう、はい、こう、まあ、想像しやすいのはサクセスストーリーなのっていう音楽映画なのっていうふうに思われがちではあるんですけど、はい、音楽映画にしようっていうのは、はい、なかなか最初から思ってなくて、あ、はい、うん、やっぱり僕もこう共感した部分もあるので、こう、まあ、青春映画ではあるんですよ、はいはい、でもしかしたらこう青春の終わりに向かっていく映画なのかもしれないし、いいね、人間ドラマを作ろうと、は、頑張って取り組みましたね。で、まあ、若いバンドマンの、はい、まあ、夢と希望と、はい、挫折と再生の話ではあるんですけど、はい、まあ、現役のバンドマンだけではなくて、はい、どちらかというとバンドマンを今支えているんだっていう人であったり、はい、遠い昔に、うん、そういえばバンドマンを支えたことあるなっていうような、人たちに見て、はい、ぜひ見ていただきたいなっていう映画には仕上がっていると思います、はい、で来年の、はい、年明けには、はい、しっかり情報解禁出されると思いますので、まあ、公開も来年ですから、はい、ぜひ楽しみ、はい、私も楽しみにしておりますしていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということでそろそろお時間が、はい、来てしまいました、はい、今月の推しメンゲストは映画監督の宮野圭司さんでした、宮野監督公開前のお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上今月の推しメンのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングの時間となってまいりました、最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました、今回はゲストに映画監督の宮野圭司さんにお越しいただきまして、ぜひ皆さんも、映画ぜひご覧いただければなと思いますので情報解禁をねぜひお待ちいただいて私も待ちたいなというふうに思います。
番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは、私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。